その辺はこっちになると痛いですね。そうですね。あ、やばい、やばいですね、はい、いや、どっちも痛いですね。あ、左の方が痛いですね。左はかなり痛くない感じ、はいはい、あ、めっちゃ、はい、あ、右も多分大丈夫、右も柔らかいですね、はい、大丈夫そうですね、はい、同じようになってますが、どうでしょうか。あ、そうなんですね、はい、いや、もう全然痛くないです、はい、こんにちは。こんにちは、はい、今日、岸彦さん来ていただいたんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。前回はこうマスクされてたんですけど、今日はお顔出しは OK なんですね。あ、そうですね。外では、はい、普通なんです。今日はお体どんな感じなんですか。あ、やっぱりですね、結構、うんうんうん、座り仕事が多かったりして、うんうん、あの背筋が痛かったりですとか、背骨の方ってことですか。あ、そうですね、はいはいはい、あとやっぱり腰であったりですね、はい、あと、はい、気になるところがありまして、はい、結構こういうところを抑えると、うん、はいはいはい、神経痛みたいな、あ、はい、あ、こう、そうですね、すっごい痛くなる感じがあったりですね、はい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 、この辺もあったりですね、はい、あと、はい、ここはマジでやばい感じで、座骨神経痛も今だって感じなんですね。そうなんですよ、神経痛ってどこにでも出るので。ああ、そうです。筋肉を柔らかくするとか、うん、血流を良くするとか、日頃ストレスをためないようにするとか。ストレス、そうですね、ストレスはそうですね、やっぱりあの毎日こう、はい、ずっと溜まっていく感じですね。まずはちょっと温める、ほぐすっていうことを、はいはい、やっていくようにしたいと思います。お願いします、はい、よろしくお願いします。あんまり下向けると、見てもそんなに変わってない感じなんですけどね。え、じゃあ元々あれだったってことですか。一部分がですね、数字のところがやっぱり2つあるから2つあって結構来てるんですよ。確かに確かになるほど、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあチェックからさせていただきます。お願いします。痛かったり嫌な感じあったらおっしゃってくださいね、はい、まず肩チェックしますね、はい、ここはそんなに痛くないですか。あ、でもその辺はこっちになると痛いですね。そうですね。あ、やばい、やばいですね。で、あ、左はここからも痛そうな感じしますね。あ、そうですね、そうですね、左の方が痛いですよね。はい、痛いですね。こっちの方がはっきり痛いですね。この辺で違いがかなりありますので、そうですね、ここ痛いですよ、ね、そうですね、左が痛み強いですね。はい、でちょっと首の方から見ますね。ここと、ここは右の方が痛いですかね。いや、どっちも痛いですね。これ左ですかね。どっちも同じぐらいですか。お、あ、左の方が痛いですね。はい、わかりました。痛いですね。ふくらはぎ行きます。はい。触ってますね。痛いですね。はい、これ、これ痛くないです？あ、比較的痛い。あ、本当ですか。あ、痛いですよね。痛いです。あ、痛いです。痛いです。痛いですね。右より左ですよね。はい、めっちゃ痛いですね。めっちゃ痛いですね、左が。おー、痛いですね。ですね、全部左に出てますね、はい、左やっていきます。はい、はい、すごいコリコリになってましたね、コラガビ。あー、ガチガチでした。あー、雑骨神経痛はどっちにも出るんですか。あ、はい、どちらにも。あ、どちらにも、はい。なんか、ある一点を抑えると、うんうんうん、あ、やってましたね。はい、はい。あ、でも育毛されてるんですね、サプリで。育毛してますね。かっこいいですね、うん、育毛してますって。なかなかそんな断言できない。えー、まあとかじゃなくて育毛しますって。すごいっすね、いいですね。なんか手遅れになるとダメらしくって。あ、早い方が、はい、はい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 、なるほど。そうですよね、毛根ってなんか閉じちゃうらしいですもんね。なんからしいですね。剥げ切っちゃうっていうか。剥げ切っちゃう。確かになんかね、早く方がいいですね。そうですね、うん、元には戻せないけど、はい、予防はできるみたいな。あー、なるほど、らしいです。じゃあ今ぐらいを維持することはできるよって感じ。みたいです。あー、なるほど。痛み大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、なんか嫌な感じあったらおっしゃってください、はい。
体重とか変わってないですかね。2キロぐらい、はい、あ、ちょっと増えた、あ、よかったですね。手足があったかいのもちょっとびっくりしました。それはもう、あの、薬のミノキシジル、ミノキシジルの初めて聞きましたそれはな、何を主成分なんですか。わかんないです、わかんない謎の薬飲んでるんですね。そうすごいな。汁って、汁って、汁ってことですか。あ、汁ではないです。汁ではない。ミノキシ汁って一つなんですね。そうですね。なんかミノキシっていうのが入った汁なのかなみたいな。なんか汁タイプもあるらしいですけど。はい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 。それはカプセルタイプみたいな感じですか。なんか普通の錠剤。あ、錠剤。はい、あ、なるほど。なんかすごいですね。結構体影響を、あんま何飲んでも変わんないみたいな人もいますけど、はい、割とじゃあ合ってたというか、ちゃんと効果が出てますね。そうですね、なんか、そうですね、うん、それを開いてあげるっていうことですね、はい、さっきあの、はい、人体模型を見てたんですけど、すごい興味深く見てましたよね、はい、腕のあたりとか、はい、あの黄色い線が神経なんですか。はい、あ、そうですそうです、はい。やっぱりあの通りに痛みが出るんですか。はい、ああ、はい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 、なるほどなるほど、そうですね、それに沿って出ますよね。神経痛ってでも辛いですよね。一回発動するともう結構な痛みが。あれってなんで、あの、例えば、うんうん、肩の付け根が痛くなった時、うんうんうん、その先の方まで痛くなるんですか。あれ、あ、まあ、そういう走行だからですね。こっからビビビッと行くように なってるっていうか、そういう神経のところ、はい、信号でなる、その先まで行くっていうのがあるので、そうか、ね、ツボとかでも同じようになりますよ。トリガーポイントとか押すとビーンって指先の方に、はい、はい、トリガーポイントってやつですね、はい、多分引き金ですね、そうですね、はい、痛みの元になる場所というか。で、あと私、あの、トーク線今日やります。あ、トーク線が、はい、あの、神経伝達を正常にするっていうのがあるので、はい、はい、はい、ちょうどいい感じ、はい、まあでも YouTube すごい変わりましたよね。なんかいろいろと、あ、そうですね、ね、仕様というか、なんか何回以上じゃないとどうとか、あ、そうですね、そういうのもね、できたり、そうですよね、新しく始める人が結構なんかハードル、うん、やりづらい、ハードル高いですよね。加減いかがですか。あ、はい、大丈夫です、はい、あ、大丈夫ですか、
チェックしますね、はい、どうですかね。あ、結構ここが痛かったですよ ね、 そうですね。左はかなり痛くない感じ、はいはい、あ、めっちゃ、はい、あ、右も多分大丈夫です。右も柔らかいですね、はい、大丈夫そうですね、はい、こちら、ここですね、同じようになってますが、どうでしょうか。あ、そうなんですね、はい、いや、もう全然痛くないです、はいはい、ちょっと奥さんに叩いていきますね、はい。